メールです。デニーさんにちょっと質問です。自分が目の前に好きな人がいて告白するときって緊張しますか？そりゃしますよ、誰だって。逆にしない人とか会ってみたいんですけどね。もう普通に余裕で告白しちゃうみたいな。逆に多分告白される方もビビると思いますね自信満々に来るなみたいな。だから逆に多分それぐらいが、緊張すぎるのもダメだと思うけど、それぐらいが可愛いんじゃないですかこうちょっとね、シャイなぐらいが多分誰だってそうだと思うし、まあ、言われてる側はどんなこう言われ方でもやっぱ好きって言われると嫌な気持ちしないじゃないですか。なので本当に思い切って告白することはいいと思いますよ。しないよりは。逆にそこまでいけない人もいっぱいいるので、うん、もうこう目標を作って絶対これこの日までに告白しようってこう自分を追い込まないと結構なかなかできないもんなのでね、頑張ってこう自分らしく告白してください。